週のすごかったもの熱量も手伝いラジオ、まみちゃんずです。つこです、はい、先週がつこさんのね、はい、あのお花をきれいにしたよっていうはい、そうです。通りをね、すごく良くしました、うん、心今もうちょっと最高の生活ということ。いや、顎がやっぱあるんで。あ、そうか、そうか、はい、最高、ちょい最高ぐらいです、うん、いや、すごいね、でも本当に耳かきから始まって去年の。いや、そしてでも、ね、やっぱ鼻水めっちゃ出ますからね、ほんまに。ほんまに出ますよ。それがいいことなんかわからんよね。めちゃくちゃ出ます。それこそあの寒いところから暖かいところに来たりしたら、寒暖差のあるところだと、はい、もうエグいし、ずらーっと。どっちがいいだろう。でも、詰まってるのも良くないっていうし、難しい、はい、まあまあ出る方がいいです、はい、ということで、はい、皆様もぜひ行ってくださいませ。はい、あの今週私なんですけど、はい、あの本当に、はい、本当に見てほしいアニメがある、はい、はい、本当に見てほしいから、はい、本当に丁寧に話したいし、はい、本当にネタバレを絶対しないように話したい、はい、からちょっと気をつけながら喋るから。でも感情的になると言ってしまいそうってことですか？感情的になったらちょっとあのネタバレはしないけど、なんかその感情で察せられてしまいそうとか、はい、あのバナナフィッシュっていう、はい、あれバナナフィッシュ、はい、はい、聞いたことありますよ。聞いたことありますよね、はい、これ私も、はい、あの多分ね一番最初に聞いたの中学校の時に聞いたことがある、はい、で、これアニメやってたのが、ね、2018年、うん、なんでちょっと前、4年前かな、はい、にやってたんだけど、もともとの漫画っていうのが1985年とかにやってた漫画が、はいはいはい、その作者の方の40周年記念でアニメ化されたの、はい、18年に、はい、でもともと中学ぐらいの時に、なんかね、あのなんかファンロードっていうオタクの雑誌があったの、はい、なんかあのいろんな人が絵を投稿するだけのいろんな人のイラストが載ってる、はいはい、あの雑誌があって、自分の好きな、そうそうそう、はいはい、それはでもなんかこのなんだろうな、一番最初に見たのはハンターハンターの特集だったの、はい、でハンターハンターの表紙の雑誌があると思って、はい、分からずかったら、はい、全くその本編に関係ないもいろんな人が書いてるよっていうやつだったの、はい、でそれをでもすごくハマってすごく毎月読んでて、はい、でそれはなんかみんなが自分の好きな漫画とかもこのイラスト送るからさ、うん、その中にバナナフィッシュが本当に面白いみたいのを推してる人がいたの、はい、でバナナフィッシュとは何ぞやと思って、はい、本屋さんに行ったのね、はい、でその時第一発目のバナナフィッシュ出会い、はい、で買うぞと思ったけど、はい、絵が古かったの、はい、その当時だから2000あれ何年ぐらいだろう、中学だから、まあ、それで進めてる人がいて、20年前ぐらいって2001年、そうか、2000、そのぐらいだね、はい、そうスタンスで行ったからさ、思ってるより古い絵で、あれ、はい、なんか思ってたのと違うわと思って、はい、そのまま見なかった、はい、で最近なぜか、はい、あのまあ、アニメを見ることになりまして、はい、で、はい、ちょっと待ってよ、あらすじをすごく軽く説明すると、はい、ウィキペディアに載ってるぐらいのあらすじね、はい、っていうと、まずベトナム戦争の最中に、はい、アメリカの軍の人たちの中で一人ちょっと頭がおかしくなっちゃって、はい、仲間を銃で乱射しちゃう人が出てくる、はい、アメリカでね、はい、軍の人で、はい、でそれが実は薬物によって、はい、あのこの自我がなくなっちゃってるっていう状態、はいはい、でそれがおかしくさせているのがバナナフィッシュっていう薬物なんです。はいはいはい、これがまあ大まかにまずある話、はい、で主人公がアッシュっていう、アッシュリンクスっていう、はい、あのアメリカ人のあのね、なんかダウンタウン このボスしてる子、はい、ボスしてる、そうダウンタウンでこの若い子たちを引き連れて、はいはいはい、そう不良グループのボスみたいな、はい、17歳ぐらいなのかな、はい、すっごい顔が綺麗 で、はい、で銃の腕までがすごいの、はい、っていう子がまずいる、はい、でその子とまた別に日本からエイジっていう、はい、あの少年がなんか、ね、はい、その子はなんか棒高跳びの選手だったんだけど、はい、なんかいろいろきっかけがあってなんかこの飛べなくなっちゃう、はい、で飛べなくなっちゃってなんかこの新聞記者の人が、はい、なんかこの子をちょっと息抜きさせたいって言ってアメリカに連れてきた、はい、でそのアッシュとエイジが出会ってっていう、はい、お話なんですけれども、はい、だから、ね、お話的にはなんかちょっとマフィアとか薬物とか、はい、結構このなんか、ね、暴力的なシーンもあって、うん、
っていうものでして、はい、であのね、アッシュっていうのがすっごい顔綺麗で、すごくなんかまあ銃とかも上手なんだけど、はい、かなり心に傷を負っているんですよ。なるほど、はい、でそれがそのすごく顔が綺麗だから、ね、幼少期の時になんかそういう男の人に乱暴されちゃって、あなるほど、はいはいはい、そうそうそう、はい、映画みたいな、そう、はい、ですごく深い傷も負ってて、はい、で人のことだから全く信用できない、本当に、はい、なんだけどエイジっていうのが、日本から来たエイジっていう子が、はい、まあ、とにかくなんだろうな、すごい優しいというとすごく軽すぎるんですけれど、はい、なんかこの、うん、優しいって言うと軽すぎる、優しいって言うと軽すぎる、もう優しいとかじゃなくて、なんていうのかな、本当に人をなんかこのふわっと和ませる不思議な力がある少年というか、はい、天真爛漫とかでもなくですか、うん、なんかあったかいっていうのが一番近いかなっていうので、はい、でアッシュはそのエイジに出会ったことで、このエイジのことはすごく信用できるようになるの、うん、なんだけど、まあ、このアッシュがもともとなんかね、マフィアのゴルチネっていう人がいて、はい、その人がもうアッシュのことをそういうふうにちょっと飼ってたというか、うん、そのいろいろしてて、はいはい、でなんかなんだけど、そういうマフィアの人とも戦ったりも始まったり、うん、でちょっとなんか血生臭いところにエイジも引きつる込んでしまう。ほう、走り高跳びしか、そうなんです、あそうそうそう、で、はい、これをまあ、アニメがね、ムーはもう毎日さ夜見ててね、アニメをね、はい、でも楽しすぎて1日まあ3話とか4話ずつ見てたので、はいはいはい、はい、もう何話で終わるかが分かんの嫌だから、はい、何話まであるっていうのも調べずにずっと見てたの、はい、そしたらある日終わってしまって、え、はい、これで終わっちゃった、はい、ってなって、そんな、はい、そんな急に、はい、大体終わる時って終わる時って大体分かりますよ、なんか分かんないけど、はい、勝手になんかの、まだあるコートギアスとかみたいになんかすごい何十話ってやってくれると思ってて、あーなるほど、それぐらいなんかお話が深くて、なんか40何話ありそうな、すごいの、本当に今なんか70話ぐらいやるかなって思ったレベルで、で終わっちゃって、あ終わったってなって、はい、でものすっごい心に穴が開いたの、はい、もうそれはもうすごいでかい穴が開いて、はい、でも見終わった後にそれっていい穴なんですか、そのまあ終わっちゃったという、あーなるほど、はい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 、終わってあります、はい、穴が開いて、はい、でそこで見終わってもう立てなくなって、はい、もう、はい、テレビの前横になって、はい、もうちょっとどうしよう、もうぽっかりすぎてどうしたらいいんだって、本当に虚無、大虚無、なるほど、もうどう、なんかもう何も無理だっていうぐらいですか、本当に無理だった、本当に無理で、はい、で、もう横になったままもうこの弱々しい手で携帯でバナナフィッシュって調べて、はい、何か埋めてくれ、まあ、もしかしたらなんかその続編あるとかなんかね、埋めてくれ、はいはいはい、ありますだったら、たまたまそれが1月18日だったんだけど、はい、1月18日からなぜかローソンでバナナフィッシュのキャンペーンが始まってたの、はい、そうなんかまあ舞台をするってなって、多分それに合わせてなんだけど、はい、なんかその日から、はい、その日からなんかね、チョコバナナスムージーの販売と、なんかハイチュウの販売と、あとクリアファイルの販売が始まるってなって、うーってなってさ、いや、はい、でもバナナフィッシュって本来あれですよね、やばい薬物のあれですよね、名前のに、あ、そうです、それに違うんだ、ボックスも買ったの、こういう絵です、バナナフィッシュ、俺も思ってるより新しい、あ、そう、でもこれはね、多分これが書き下ろしか、特にほら、あ、ちょっと古めでしょ、最初、はい、あれですね、うん、大きく知ってますか、いや、はい、あれですよね、こんな、なんだろう、そう、で、ローソンやってるってなって、はい、もう夜だったけどさ、バーって行ってさ、はい、でもやってなくてさ、え、やってるとは書いてるんだよ、ネットには、2002年の 1月18日とかじゃなくてさ、その2002年ってめっちゃ前と、違う違う、絶対今だと、そういうのじゃないですか、見間違ったのかな、いや、わかんないです、わかんないです、え、見間違えてんのかな、え、可能性ありません、2000、例えば、そうっすね、2002年とか言ったら、それで2000何年でしたっけ、これ2000、アニメ、アニメは18年、ちゃうわ、いつでしたっけ、何かの時、2000、え、ちゃう、でも2018か、元々の漫画、18年の19年とかじゃないですか、もしかして、でも、舞台が、第1弾がこの前までやってて、はい、今度また第2弾、そう、公演をやるっていうタイミング合ってるから、え、本当に、あれ、はい、そう、でも18日、なんかその後6店舗回ったんだけど、なくなんですか、どこもやってなくて、ローソンっすか、ほんまに、うん、ローソン、ローソン、そう、で、ちょっと、はい、
これは本当にその見てほしくて、はい、で、運はそのバイト先でね、お宅のお友達がいて、はい、その子にバナナフィッシュって見たって言ったら、はい、あ、もうリアルタイムで見てましたよって2018年に、はい、でも私はもう本当にその見た後に耐えられなすぎて、心がもうその子もやっぱ見終わって、はい、終わっちゃったってなって、はい、あの全ての記憶を消しましたって言ってた。もう耐えれないから。ちょっとやだな、そんな本当に見てほしい。なんかね、あのもう文学だった、あれは。まだ分かんないですけど、うん、僕おもろいけど、うん、もう絶対に見んとこじゃないですけどと思ってるの、僕あれなんですよ、宮本から君へ、そうなんですよ、見たことあります。あ、はい、見ました、漫画で、はい、え、あの感じですか、あれよりも、よりも私は、え、でもあれも結構僕そ、え、そと一緒のあれなんですか、ね、またチャイムス、ちょっと違くて、ムーミーがでも見終わった後に一番感じたのは、はい、あの幸福の王子っていう童話があって、はい、あの王子様の銅像がね立ってるの、はい、でそこにツバメが止まってて、はい、でなんかこの貧しい人とかに、なんか僕の目をあげてくれとか、うん、僕の金粉あげてくれって、はい、どん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 で、はい、最終的にもう汚い銅像になって崩れて、はい、でツバメも本当は南の国に行きたかったけど、はい、タイミング逃して冬になって死んじゃうっていうお話があって、はいはいはい、それと私は近かったです。あの、はい、何が幸せで何が不幸かがわからないっていうのが感想かな。はいはいはい、そういうやつなんですね、うん、でも幸せであってくれとただただ願うことしかできず、はいはいはい、なるほど、そう、あ、そういう感じか。本当にでも見てほしい。ちょっとなんか全然時間が足りなかったけど、はい、え、でもすごい、そんなピンポイントで今本当にすごい、もうだからもう全くもう全て心に大きな穴が開けすぎて、はい、で本当はもう見たくないんだけど、でもこの穴はバナナフィッシュで埋めたいってなってるから、はい、もう本当によくわからない状態になっております、はい、あ、終わる、はい、ではまた来週も素敵な話